はい、こんにちは。まーちゃんの沼です。今日はこちらで遊んでいきましょう、はい、スーパーマリオ噛みつき注意パックンフロアゲームです。はい、こちらですね、この前クリスマスおもちゃ商談会ってあったんだけど、うん、それで新しく出てた新商品、うん、あれが出てたのでトイザースで購入してきましたね。はい、はい、じゃあ早速開けて遊んでいきたいんだけど、その前にコメントコメントこの間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、いくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、あー疲れたじゃあ早速開けていきましょう。あー、これが土台だ。なるほど、じゃあ組み立てていきましょう。はい、ということで中身こんな感じですね、うん、こちらがパックンフラワーゲーム本体でしょ、うん、でこれが付属していたリンクシステムフィギュア だね。あとサイコロと取扱説明書が入ってました。はい、それでこのゲームすごく単純で、うん、まあ基本的にはスゴロクだね。そうだね、サイコロで出た目にこうねフィギュアを進んでいくんだけど、うん、パックンフラワーのマスがめっちゃありますね、うん、でパックンフラワーに止まった場合はそこにいるパックンフラワーの回数かな、うん、2って書いてある場合は2回なんだけど、これを押さなきゃいけない、うん、勝ちっていうまで押し込む必要がありますね。結構だねそう、成功すればコイン1枚もらえるし、うん、2って書いてある場合は2回押して成功すれば2枚コインもらえる。逆に失敗しちゃうと、うん、コインを戻さなきゃいけないですね。没収になっちゃいます、うん、でちなみにこのサイコロにもパックンフラワーがあるね。そうだからこのマス以外にもサイコロで出ちゃった場合はやんなきゃいけないですね、うん、で他にもコインマスとかあるね、うん、コインマスは止まっただけでコインがもらえます。そう、この書いてあるね、枚数分ね。そうそして土管マスは同じ色の土管までワープすることができますね。あとはマイナスコインマスもあって、これは、うん、没収されちゃいます。ここに戻さなきゃいけないですね。これゲットしたらここに止まったら没収。そう、敵マスがある、うん、このクッパのマークの敵マス、うん、これは、これの場合は1なんだけど、うん、1の敵マスに止まった場合はサイコロを振って1以上の数が出れば成功、うん、1かパックンフラワーの目が出ちゃったら負けになっちゃいますね。はい、この中のこのコインが全部なくなるまで終わらないゲームです。おーすごい結構長いよね、うんうん、ちなみに付属していたリンクシステムのフィギュアこんな感じですね、うん、これマリオだね。おすごいいいじゃん。いいね。で次がルイージー。でその次がキノピオだね。キノピオですね。そして最後にピーチ姫ですね、うん、はい、そんな感じでやっていきたいんだけど、エイシン君はどのフィギュア選びますか。マリオ。やっぱマリオか、うん、パパクッパと言いたかったんだけどクッパがないんで、うん、ピーチ姫でいきます。いつも。はい、では早速バトっていきましょうか、うん、まずはそれぞれ1枚コインをゲットしましたね、うん、最初はグッジャンケンパパ買ってくるピーチ飛ばしちゃったはい、じゃあサイコロパパ振りましょう、ドン3 1,2,3 お、いきなりパックンフラマスだね。いきますよ、せーの、ドン。お、大丈夫、成功なのでコイン1枚もらいます。はい、じゃあ僕ドン2、はい、あ、普通にコインだ、やった、イエーイ。じゃあ次はパパですよ、せーの、ドン1。あ、またあ、ごめん、こっちか。あ、コイン3枚。3枚。あ、いいな、これはいい、これはいい。よし、じゃあ僕いきます、コイン4 1,2,3,4。 お、いきなりバトル、チャレンジだ、チャレンジ、うん、頼む、1以外出てくれ。1かフラワーが出たら負けだよ。お、3、じゃあ成功だね、うん、1枚、はい、ゲッツ。はい、じゃあ続いてパパいきます、取れよ、1。あー、パックンフラワー2回だ、いきます、ほい、ほい、あー、ほい、あー、やられてしまった2枚没収。はい、じゃあ2枚没収ですね、残念。はい、じゃあエイシンくんですよ、4 1,2,3,4。 お、五冠だ、ここまでワープ。あ、結構後ろまでワープした、やった。じゃあパパいきますね、うん、ドン2、これ1枚もらえる、よし、じゃあ僕いきます、3 1,2,3。 また対決、うん、対決、よし、2乗出すぞ、こい、 2、 2、 あ、負け、負けた。ということは2枚戻さなきゃいけないですね。そんな、残り1枚おっと、2 1,2。 おっと、パックンマス取りゃ、オッケー、1枚もらいます、じゃあ僕、よいしょ、
3 1 2 3。赤土管、赤土管どこ。戻った戻った。5 1 2 3 4 5。あ、またコイン2枚。いや、大きい大きい、いいよいいよ、結構大金持ちになってきた。もう一個行くぞ。パクーン、うん、さあチャレンジ。おー大丈夫、じゃあ1枚ゲットしてください。やっと1枚だ。はい、じゃあパパ行きますよ。1。お、これ赤土管、赤土管、ジョン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 。結構なとこまで行ったね。よし、トイ3 1 2 3。あ、マイナス2。なくなっちゃった、なくなった。エイシン君、コインがなくなってしまいました。あいつもマリオパーティーだとパパすっげー負けまくんのに、実写版だと勝てる。実写版マリオパーティー、うわ1 2。コインマイナス 3。このゲーム終わる終わんないんじゃない。よし、僕いきます。3 1 2 3。うわ、かける 3回チャレンジ、やばい。1 2 3。お、やった、大丈夫。ということでコイン3枚ゲット。イエーイ、取り戻したぞ。おー5 1 2 3 4 5。あ、コイン1枚。よし、絶対止まるもんか。4 1 2 3 4。マイナス3。ちょ、また戻ったんだけど。はい、いきます。5 1 2 3 4 5。ちょっと、コイン1枚。ちょっと、コイン、パックン、パックンチャレンジ。これゼロだからゼロゼロだから。はい、じゃあパパいきますよ。ふりゃ3 1 2 3。また同感、こっちの奥の方に行きます。ピーチ姫、ちょっと終わんなそうなんで、うん、ルール新しく追加しましょう、うん。トータルで5回パックに捕まったら終わりにしよう。そこで、うん、でその時点でコインの多い人の勝ちにしようよ。うん、うん、そうだね。もしくは捕まんなかったらもう最後までやろう、うん。はい、じゃあ行きましょう。はい、僕行きます。はい、4 1 2 3 4。まさかのパックチャレンジ。まあ1回なら大丈夫でしょ。はい、1枚ゲット。じゃあ行きますね、ここね。どれ、4 1 2 3 4。うわー、3回、3回チャレンジ。1 2 3。おお、 OK、3枚ゲット。 OK、 やばいよこれ、やばいよ。よかった、絶対パックン出すか。3 1 2 3。お、やった、3コイン無料。はい、パックン、パックン来ないで。お、よかった。よし、じゃあもらいます。そろそろパックンやばい気がする。2 1 2。あー、バトル、バトルだね。1以上、1かパックンが出なければ大丈夫。来い、パックン出ちゃった。うそ、1枚戻す。うそでしょ。1枚で、1枚戻す。エイシン君が負けまくってます。あー、はい、2 1 2。戻ります。こっちに戻る。土管多いね、今度こそ。3 1 2 3。おパックン、まさかのパックン。さあ、いや、うっと、あー、来てしまった。3回目ということで1枚戻すのかな。はい、現状で3回目になりましたね、うん。あと2回しかチャンスが。そうなんですね。行きましょう。5 1 2 3 4 5。あ、バトルだ、うん。よし、5。あ、勝った勝った勝った。うわうわうわ、2枚ゲット、2枚ゲット。よしよしよし、いいな、来い、パックン、パックンチャレンジ。おお、よかったね、やっと3枚。はい、1。うわー、パックンチャレンジ3回。やった、1 2。うわー、やったー、やったー、3枚募集だ。3枚募集でもパパ結構あるよ。うわー、ありすぎでしょう。ということで今ので4回目は噛みつきでしたね、うん。あと1回しか噛みつきありませんの で現状パパは、コイン9枚。ユジン君はコイン何枚。3枚。お、これはパパ勝てる可能性ある。いくぞ、4 1 2 3 4。うわ、バトルです。ほい、3。お、勝った。じゃあ2枚だね、コイン。5枚。パパいきます。とりゃ5 1 2 3 4 5。うわ、マイナス3。よし、あ、ここに来て。よし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 、やばい、出た。5 5
1,2,3,4,5 マイナス2。はい、じゃあ行きましょう。ドリア5、1,2,3,4,5。お、コイン1枚。やばいね。コイン2、1,2。あ、またバトルだ。負けた。また負けた。ということは1枚返す。あ、2枚でしょ。あ、2枚か、2枚返す。また1枚になりました。おっと、これは勝てるかもしれない。噛みつき来るなよ。4、1,2,3,4。 あ、バトルだ。ここバトル多いね。3、惜しかった。ちょっと。よし、3、1,2,3。セットガン。ポン。はいはい。どりゃ3、1,2,3。お、バトル。バトルじゃない、パックン。オッケー。ワン、クイ、1かける。バトル、バトル。さあ、これで来たら終わるぞ。1、うわ、あ、来なかった。やった、怖かった。今ちょっと動いたよね。はい、5、1,2,3,4,5。お、2枚コインゲッツ。ちょっと、まだ僕3枚っすよ。5、1,2,3,4,5。あー、チャレンジ。1,2,3。お、成功。やった、やった、3枚。ここに来て6枚になった。これはパパがやばい感じかな。どれや、あ、パックン。やっ、あー、これで終了でございます。で、1枚コインを返して、パパのコインからまず見ていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚でしたね。あー、一方のエイシン君は1,2,3,4,5,6枚。ということで、今回の勝負はパパの勝ちだ。イエーイ。いつもマリオパーティーでは散々やられてるからね。ようやくこういうゲームで勝ったよ。あ、はい、終わった。23枚パパは8枚。途中まですごい結構言ってたのに、なんだろう、フリーで5ってやって大失敗しちゃったから。最後の最後で23枚。まあ一応普通のね、ルールでもやってみたんだけどね。普通のルールでは僕は23枚で圧勝でした。はい、ということで今回はスーパーマリオの噛みつき注意パックンフラワーゲームでした。はい、ということで、はい、マリオ出ちゃった。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。